ゴッドタスクです。ホームスケープ続きやっていきます。オースティンがお役に立ちます。あ、はい。頑張ってください。あのですね、多分バグなんだと思うんだけど、普通にパズルをクリアしただけなのに、ストーリーが1個進んじゃって、1個進んだっていうか、ここ。これわかる？変な感じの看板と、その横に丸いの言ってたんじゃん。これ車のホイールなんだけど、キャサリンのお母さんの、なんだっけ？ブルームだっけ？なんかそんなような名前の人、あの人が急になんかジャムのお礼だとか言って、これもついでにあげるわとか言って車のタイヤのホイールくれた。なんでそんなもん持ってんだって話だけど、まあ短かったんで、もしかしたらバグじゃないのかな。いやバグでしょ、これ思いっきりストーリーに関係あるもんね。これだけ置いてった。うん、まあそんな感じです。というわけでミニゲームが出現したのでミニゲームやろう。あれこれはどんぐりが主役だ。よしやってみよう。でっかいネズミだった今。にゃん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 、風が吹いてきた。うわガタ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 、寒い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 。新聞紙か段ボールか。まあ新聞紙じゃない。飛んでった。まあそりゃそうだよね。じゃあもう一回もう一回。天気が悪くなってフューって吹いて、寒い寒い寒いにゃーってなって段ボール。いいんだそれで。いいんだ。いやーでっかいネズミが来たな。じゃあこいつはそうだな、バナナかな。なんだそれ、シャーって。なんだそれ意味な。でバナナがダメならじゃあ風船だね。このネズミでかい。自分が飛ぶのかよ。あっそう。あ魚がいっぱいいるよ。魚がいっぱいいるからイカダで行くか、アヒルのボートで行くか。アヒルのボートだ。すげえ、猫が膨らませんのもすごいけど、それが飛んでっちゃうのもなんかすごいわ。アヒルのボートってそんなビューって飛んでっちゃうほど小さいもんだったっけ。じゃあイカダ乗りますか。イカダ乗ってどこ行くんだろう。乗ってみよう。あ別に魚を捕まえたいわけじゃなかったんだ。どこに向かいたいんだよどんぐりは。よしミニゲーム終わっちゃった。面白かったけど。よしじゃあそんな感じでストーリーを見ていこうかな。メールボックスをチェックしてみよう。母がこれ以上コースがどうのこうの、今受けているコースがどうのこうの。なんか受けてるんだ。まあ、いいや、ストーリーはね、もうほぼほぼね、この車は完成して、あとはパパが乗るかどうか。まあ、車のタイヤのホイールがないみたいなんで、これを多分、つけるんだね。まあ、そんぐらいかな。よし、見ていこう。そうっすね。そうだ、他のことをいろいろやってたんだった。そうだ、そうだ、そうだ、庭に像をもらったんだった。これやろう。庭にね、なんか動物のね、像がいっぱいもらって、これ設置してないんだ、まだ。お何何、今なんか喋ったけど超早い。本当にその通りだね。まるで生きてるみたいだ。え、あ各場所に配置するんじゃなくてここに固めて置いちゃうんだ。どんぐり、あの動物たちと友達になっちゃダメだよ。全員プラスチック製だからね。別に友達になったっていいじゃん。ゴルニャ、その通り。キッチンに行ってごらん。母さんが私と父さんに美味しいものを作ってくれてるんだ。お前もいい子にしてたらちょっと分けてもらえるかもしれないよ。うん、こちらから見ると見事です。そうなんだ。そしてこちらから見ると素敵です。どう見ても素晴らしいってことですよ。うざ。近所の公園にさ、なんかこういう動物のやつあるよね。なんかビヨンビヨンビヨンってなったりするようなやつ。何かいいことないかなみたいなこと言ってた。いいことっていうのはな、自分で探すんだよ。よし続き見よう。ピンボールマシンを置くか、タイヤにホイールをつけるか。そうだな、ピンボールマシンやっちゃおっか。これ楽しみにしてたんだ。おお、あ、選べるんだ、マジで。あ、緑はない。青か、この茶色いやつ。あー、悩むな。こっちの方がなんか、かっこいいけど、こっちの方がなんかクラシックな感じがする。こっちにしよう。ピンボールってクラシックなもんだろ。バトルが始まりますように。ウィリアムパパが好きなんでしょ。ちょっとやってみたい。しばらく変わってるし、順番にやってるし。でもなんかすぐ飽きそう。もう飽きた。挑戦者にしては悪くない。あ、点数を競ったりしてたのか。引き分けということでどうだ。決まりですね。引き分けなんだ。見事なゲームだった。時間の経つのをすっかり忘れていたぞ。だがちょっと喉が渇いたな。お家帰れよ。部屋にあるだろう飲み物よ。
お茶はいかがですか？大丈夫、ありがとう。執事としてお茶は30年入れ続けてきた。今は何か別のものの方がいいな。わがままか。お茶以外で羊っぽくない飲み物というと、スムージー？でもちょっと息抜きすることも必要ですよね。あ、そうだ。ソーダマシンを設置しましょう。え、これダジャレ？あ、そうだ、ソーダマシンをって。まあ、いっか、どうでも。深く突っ込まんとこ。ああ、このゲームも本当に疲れます。疲れるんだ。驚くには足らん。ピンボールは難しいとこ言うよりはもう本当ただただ疲れるゲームだ。それ以外の何者でもない。うん。え、もう店番してんの？客来ないね。あれ、もう店番やめちゃった。よし、続き！ソーダマシンを設置する。もうこれ、車の修理にも、ガレッジセールにも何にも関係ないけど。おー、でもこれめっちゃおしゃれじゃない？まあまあ、これもいいけど、あ、まあ、これ普通の自動販売機。これじゃん、絶対これ。レトロ感、パネ。あの缶と瓶がいい感じです。ガレッジを修復してくれてよかったわ。父さんにとっていいことがたくさんあるもの。あの嬉しそうな様子を見て、雑誌の表紙のモデルみたいな笑顔だわ。母さん、大事なことを見落としてます。父さんは今日はまだロッキングチェアに座っていないんです。ガレージで丸一日過ごしたんですよ。これはいい兆候です。はあ、ロッキングチェアに座ってボーッとしてんのがなんか年寄り臭くて嫌だったのかな。なんか喋る？つまりこれは全て父さんを肘掛け椅子から引き離す計画だったわけね。母さん、ただの計画じゃありません。キャンペーンだったんです。ラウルと私はできる限りのことをしました。はあ、そしてキャンペーンは報われたようです。はあ、そうか。何も言わずに去っていくなよな。昨日新しいエクササイズを考えました。ズンバ、ズンバ。うん。下ばっかだな。え、ズンバ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 。オースティン以外誰もやってないけどね、それね。一向に流行りそうにないけど、まあ、いっか。よし、じゃあ続き見よう。タイヤにホイールをつける。ホイールキャップか。え、自分でつけちゃうの？ラウルに頼まないんだ。まあ、自分でできるようになったらいいか。スクさん、ホイールキャップの感想は？すごくピカピカしてますね。見るときはサングラスが必要かもしれませんよ。おう、かっこいいね。かっこよくなった。ホイールキャップにちょっと塗装をしました。もう目が離せませんよ。ということ。塗装したんだ。あれ、ジェブだ。やあ、ジェブ、お元気ですか？冷蔵庫に興味があるんですか？注意しておきますが、冷たいものを保存することはできないんですよ。意味ねえ。冷蔵庫じゃない。冷蔵じゃない。元冷蔵庫だ。今はただの箱だ。わかってます。一番大事なのはドアが閉まることなんですよ。発電機を中に入れたいんです。騒音が軽減されますから。あ、そうなんだ。その代わりに1958年式ボンディアックの素晴らしいボンネットを差し上げますよ。何それ、素晴らしいボンネット？ボンネットって車の上のエンジンパカーってやるとこでしょ？もうあるよ、そんなもういらないよ。でももらったとしてどうしましょう？うちの車にはもうボンネットがあります、ほら。それにボンディアックはありません。うちにあるのはホルシェですし、どうすんだ？分かっとらんな、オースティン。コレクターズアイテムなんだよ。あ、なるほど。飾りか。ガレージにボンネットをかけるんだ。ジェブ、もらったぞ。うお、取引成立した。ママが怒りそうだけどね、こんなガラクタっつって。なんか喋る？父はこの錆びたどうのこうの鉄板に価値を見出したんでしょうか。でもまあ一方でジェブも同じ価値をどうのこうの。わかりません。見えていないだけでしょうか。見方がわからないだけかもしれないわね、オースティン。あの二人が狂ってるのよ。頭がおかしいんだわ。こんな鉄板と冷蔵庫がなんかすごいとかいいとか言って、もう本当男って嫌だね。そして手紙がカサカサしてそうだから見ちゃいましょう。おこれブルームじゃん。ブルーム、オリビア、あなたのジャムを友人に振る舞ったわ。食料品店を経営している友人なの。セールで売れ残ったジャムを全部買いたいそうよ。これが前金。おわ、ジャムが全部売れる。予約入ったぞ。300円。あなたの親友より。しょうがない。売るか。いや、すごい。でももうジャム売れちゃった。売れちゃった。もう暇だ。謎の鉄板しかもう残ってない。よし、じゃあ続き見ていこう。ボンネットをかける。かけるってなんだよ。他にやることないのか。そこに？なんか別にあまりかっこよくないんだけど、ただただ黒いだけだし。父さん、でもまだどうして必要なんです？もう一台車を作るつもりなんですか？また繰り返さないといかんのか？コレクターズアイテムなんだぞ。ちょっと綺麗にしたら、ガレージの気の利いた装飾になるんだ。あ、掃除すんの？これを。
綺麗に磨くの？おお、ラオジさん、買ってくれる？1000万コインで買ってくれる？ごきげんよう、と思うよ。太陽が東から昇るがごとく、このラオも地元のガレージセールに現れたぞい。わしのアンティークショップにおける品物を探しとるんじゃ。その中国の看板はいいの？取引せんか？やった、売れる。そうだな、何と交換で？花瓶があるぞい、2つでどうじゃ。すごく美しいんじゃ。ガレージの入り口によく似合うぞい。あ、取引成立だ。花瓶、面白そうだな。ラオの花瓶をもらっていかをつて、いいんじゃない？中に花を植えてもいいですね。花瓶だからな。よかろう、友よ、送ってやろう。あ、取引成立ってことでいいですかね。帰ってった。めっちゃゆっくり帰って解散。よし、続き見よう。ラオの花瓶を受け取る。そこにあんの？入り口っつったからてっきり今の門の方かと思ったけど。どれがいいかな。これはちょっとな。これか、これがいいな。赤っぽさがあんまりここら辺ないから、こっちで行こうかな。このピンクの。いいんじゃない？ゴージャスで。なんて美しい花瓶でしょう。ガレージセールを開いてよかった。随分努力をしましたが、その甲斐はありました。古いガラクタを新しいガラクタに交換しただけじゃないの。オースティン、父さんから目を離さないでって言わなかったかしら。ご立腹だ、ママが。分かっとらんな、ダーリン。人生における絶妙なバランスなのだ。何かを捨てても、その結果他のものを見つけるだけに過ぎない。それは必然なのだ。哲学か。しょ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 、もう全部売れちゃったよ。すごいセールでしたね。ガラクタをいくらか片付けて、みんながどの子のテーブルを片付ける時です。ああ、終わっちゃった、ガレージセール。あ、パパが車に乗ってる。いよいよ出かける。父さん、もう夜も更けました。ガレージを閉めて家に戻ります。ここで一晩中過ごすつもりですか？一晩中？まさか。あとちょっとだけここで過ごしたいだけなんだ。この場所は素晴らしいな、オースティン。離れがたいほどだ。なんて素晴らしい一日でしょう。車はほとんど完成し、父はもう車を怖がらなくなりました。あとは彼をガレージから出すだけです。出たがらないわがまま老人か。でもまだ運転はしてないからな。それは別に大した問題じゃないのか。まあ、いずれそのうちに、明日はエンジンを調整しましょう。ラウルが問題に気がついていますから。ああ、まだ完全に治ってはなかった。でもその作業が済めば、この上ない走りができるはずです。あとエンジンの調整だけ残ってるんだ。オッケー、1日が完了。どうしようか。普段だったらここでやめちゃうんだけど、まだ星も5個あるし、多分1つ2つ進められるから見ちゃおう。新しい1日を始める。寝よ。お、ベッドじゃない。誰かと電話してた。キャサリンが祭り会場から電話してきたんです。花火がもうすぐ打ち上がるんですよ。よかったら一緒に見ないかって誘われました。おお、マジか。行け行け。だからお許しいただけるのであれば、彼女と行きたいんです。おやすみなさい、スクさん。また明日。あ、俺が振られた。わあ、デート行っちゃった。俺を置いて。次の日、ラウルの修理が終わるのがどの子の。父がドライブに連れて行ってくれるかもしれません。ね、ねって。はい、行ってみよう。あれ、なんかぶっ壊れてるぞ。どういうこと？あれは。どうした？パパがなんか余計なことしたのか。消火器が役に立つ時が来た。うわ、体に悪そう。どうした？エンジンが燃えたのか。父さん、大丈夫ですか？どうしたんです？こんなことになるなんて。ラウルの修理が終わっていると思ったんだ。ちょっと軽いドライブをしたかっただけなんだ。早まったな、ジジイ。乗り込んでエンジンをかけたんだ。そうしたら爆発音がして、ボンネットの下から煙が。やっとのことで車から出てきたところなんだ。ラウルは今日エンジンを点検したがってたんです。何か気に入らないことがあったんでしょう。すまない、オースティン。私のせいだ。もうハンドルは握らないぞ。老人には運転は無理なんだ。やべえ、余計へこんだ。
お分かりでしょうが、スクさん、父の恐怖心がぶり返したのに比べたら事故はそれほど心配じゃないんです。その件は後で話しましょう。まずはガレージを掃除しましょう。こんな混沌とした場所では私の恐怖心まで膨れ上がってしまいそうです。ああ、何もかもうまくいっていたのに父だってドライブに出かけたくなってこんなことになってしまったんです。なんて答え。何があっても諦めませんよね。一歩ずつ前に進めば。うん、そうだね。言いたいことは分かったけどほとんど読めてなかった。オッケー。じゃああと星が3つしかないけど片付けられるかな。ちょっと見てみよう。あ、いける。2、ガレージを掃除する。あと1じゃもうこれで終わりかな今回は。すげえ掃除早。あー、でもまだ車が片付け終わってない。マジか。あ、やる？やっちゃう？おおおおおお、いいね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 。謎のシュッシュで、謎のシュッシュですげえ綺麗になった。終わりました。ラウルに出ましょう。はい。セニョールラウル、問題発生です。父が車に乗ってエンジンを始動させたら煙が出てきたんです。パレードの前に直せるでしょうか。え、もう今日が当日なの？マードレミア、それは本当に運が悪い。そっちに行くまでの間に何ができるかを考えてみるよ。エンジンを調べて問題を見つけないとな。ちょ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 、せい。着くの早。どうなったのか考えつきましたか？わからんな、アミーゴ。先にエンジンをチェックしないと。うん、その場合は邪魔にならないようにしましょう。そして私は気が立っている。ずっと忙しくしていないと落ち着けやしない。おう、でもどんぐりが来たぞ。ゴロニャーゴロゴロ。なんかすげえいっぱい体についてるけど、どうした？ありがとうどんぐり、お前も慰めてくれてるんだね。あれ、これは自分の格好に気づいてる？どこでこんなトゲトゲをつけてきたんだ？トゲトゲだらけ。ゴロゴロニャー。多分下映えがトゲトゲだらけなんでしょう。刈り込みしないといけません。あ、雑草の中にトゲトゲがいっぱいあるってことか。あ、そうすれば車の散らかりっぷりを見ないでいられます。おう、じゃあ草刈りか。お前についてはな、相棒、トゲトゲがついてってもな。いいぞ。うん、いいんだいいんだ。うん、今ちょうど見えないけど、どんぐりがオースティンのお尻で。その通りです。猫はしつこいんですよ。何がだよ。その通りです。グリースに近づけないようにしてたトゲトゲだらけのどうのこうの。なんかよくわかんない。猫が何か思い詰めたら、何、わからなかった。後で一時停止してみます。そんな面白いこと言ったんか。マジか。よし、じゃあ、あと星が一つなんだけど。お、星一が見れる。見よう。問題点を探す。これ見よう。どう？マードレミア、エンジンがおしゃかだ。おしゃか？シリンダーブロックに修理のできないひびがある。エンジンを交換しなければ。マジか。これを完全修復するという考えからは何一ついい結果にはならないと思っていたんだ。私は正しかったな。もう諦めたよ。好きにしたらいい。私は自分のロッキングチェアに戻るよ。こうなることが心配だったんです。父さんの恐怖症が悪化してしまいました。マードレミア、その通りだ。もう少しで事故を克服してハンドルを握れそうだったんだ。それなのに、クソ、新しい事故だと。そして恐怖が戻ってきたんだ。どうしたらいいんでしょう。父は二度と椅子から出てきませんよ。椅子人間だ。セニョールラウル、そんなことがあってはいけません。新しいエンジンはどこに？やれやれ、このエンジンは車自体と同じくらい古いんだ。ショップで見つけるのは砂漠でペンギンに会うよりも難しいぞ。修理できるでしょうか。あなたは黄金の腕を持ってますよね。必要なものがあったら何でもすぐに揃えますから。え、でも修理不可能な日々なんでしょ。やってみるよアミーゴ。だが約束はできん。エンジンが古すぎるんだ。まずは車から取り外そう。そのためにはクレーンが必要だ。そんなもんいるの？この車を直せる人がいるとしたらセニョールラウル、あなたです。おいアミーゴ、聞こえてるぞ。聞こえるように言ったんだよ。お世辞よりも手を動かしてくれる方がずっと助かるな。まあ嬉しいけどね。でへへ、そうですよ。必要があればいくらでも褒めますよ。音が、でへへ、スパナクルクルって回しちゃうぞ。うん、彼は負けるのが怖くて初めてどうのこうの読めなかった。よし、じゃあ今回はこんな感じで終わります。星がなくなっちゃったんで暇な時に。おっと、何してんだお前、遊ぶ気か。
ほら、あれ見ましたか？めっちゃ遊んでる。いや、人がピンボールしてんの見てても面白くないわ。というわけで今回はここで終わります。次回お楽しみに。どうなるんだろうね。またなんかトラブル起きるのかな？あ、なんか手振ってた。まあいいや。それじゃあまたね。バイバイ。